はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、作品紹介ですね。はい、九州福岡のね、宇宙遊泳文と三越さん文を紹介していきます。1週間しかなくて、1週間も実はないんですよね。なので三越さん文でね、一緒に紹介することができませんので、はい、まとめて紹介していきます。ペンの方はね、ある程度分けて、あの出来上がった分をね、三越さん文、福岡文って分けてやってるんですけど、ごめんなさい、新ケースはね、ちょっと少なくなっております。なので九州に全部持って行って、残った分を水越さんに持ってきますので、はい、そこは大変申し訳ございませんが、はい、まあ多分ね、全部売れることはないと思いますので、よろしくお願いします。はい、4500円、パープルハート、ホワイトオーク、ホンジュラスローズと、こんな木が4500円です。ここに多分ペロッとあります。反対向いてるの5000円ですね。カエデ、ケヤキのチヂミ木、はい、カリンのコウ木も、すごいいいね、カリンのチヂミ木で、クワ、シマクワ、ミクラジマクワですね、ちょっと木があって、そしてキングウッド、はい、こちら5000円となっております。はい、よろしくお願いします。そして6000円ですね。6000円、チューリップとカリンコワク、ピンクアイポリー、アメリカのクスですね。はい、そして黒柿と、これもキングとのいいやつですね。はい、とリングギジ、そしてスタビライズですね。はい、ここまで6000円です。はい、でここ5本だけ1万円です。はい、ホンジュラスローズウッドのね、コブ木、マツウッドのやつもありますし、ちょっと変わり木のやつ5本だけなんですけど、こいつは1万円となります。よろしくお願いします。はい、ダブルもねありますね。はい、神代ケーキとかもねありまして、下の段は全部1万1000かな、ここまでかな。はい、カリンもあります。はい、12000円。はい、シングルの倍、6000円、まあ6000円か、6000円の倍プラス2000円ですね。12000円なら14000円となります。これはね、リボン木いいやつ、これもごめんなさい、16000円なんですけども、はい、ここもね、はい、とってもいいやつでございます。あ、ちょっと高いやつね、ごめんなさい、これだけ16000円、サイヤミズローズとシアメスローズってやつですね、うん、はい、ということで、ダブルもあります、シングルもございます。まあだいぶ少なくなってきてね、また仕込まなくちゃいけないんですけどね、はい、思った以上にやっぱ売れてるんですけど、なかなかちょっとごめんなさい、ペンだけでかかりきりになってしまってて、新ケースまでなかなかねたどり着けてませんでした。はい、はい、でまあ今回ごめんなさい、多分新ケースだけかな、うん、カスタムクリップもちょこっとだけあるので、うん、もうあれもちょっとごめんなさい、追加で作れてませんので、はい、持ってくれたら持っていきます。はい、まあカスタムグリップ持ってくれたらっていうことで、新ケース、この2つはもうごめんなさい、1回全部九州に、福岡に持っていって、残った分を三越さんに持っていくという感じですね。はい、この後ペンシル、そしてルーチェペン、グラソとあります、紹介していきますが、そちらの方は一応両方半々ぐらいにね分かれるように、まあちょっと三越さん多め、うん、まあその数があるやつはね多めっていう感じで三越さんに分けておりますので、そっちの方は数バッチリだと思いますので、はい、ただちょっとごめんなさい、神経数の方はそんな感じとなっております。ではではね、また楽しみにねしていてください。はがき届いてますか？最初の動画でも撮ったんですけど、先ほどね、はがき大丈夫ですかね？はい。三越さんの方、予約も終わってますけども、はい。まあ、こんな感じで。ちょっと三越さんのですね、早いんですけども、九州と一緒の動画となっておりますので、三越さんに来られるお客様もね、こちらの方見てください。またまたよろしくお願いいたします。